柴田駅は愛知県名古屋市南区元柴田東町にある名鉄とこな線の駅である。駅番号は t a 零5天白川を挟んで隣接する縄駅は東海市になるため、東駅は北方面へ向かう最の名古屋市最南端駅である。1990年までは隣の大道町駅とともに準急停車駅だったが、現在は折一本を除いて通過する。 開業時は、星崎駅と名乗ったが、有松線に日本星崎駅が開業したことに、伴い現在の駅名に改称した。柴田の名は、当時の字、北柴田新殿による。8両編成対応の相対式ホーム2面2線の、公開駅で、駅員無配置駅、駅集中管理システムが導入されている。高架化後もホームの狭い箇所がある。 かつて上下線ともかりホームで営業していた頃は6両編成対応の島式一面二線で駅舎とは古戦橋でつながっていた。大まかに駅より西側は住宅街が立ち並び駅より東側から柴田本通りまでの間は風俗店などが立ち並ぶ歓楽街である。駅前にバス停はないが国道247号にある名古屋市交通局。 柴田バス停が、最寄りとなる。神宮15、明光11、荒玉13、荒玉14、なる。Y の、各系統が発着する。かつては、東海市の鍵屋車庫方面への地下バスの路線も、運行されていたものの、2007年に廃止された。当時の準急停車駅は、現在の急行停車駅に大道町柴田を加えたものである。AB 宮脇俊造。 原田勝正、東京、横浜、千葉、名古屋の私鉄小学館、1993年。ISBN 978から40億9395万4112、P222、京弁鉄道運輸開始。官報1912年2月27日。京弁鉄道停留場名解消。官報1917年3月16日。 名古屋鉄道、例明、第423号、名古屋鉄道、1983年12月、裏表紙。名古屋鉄道広報宣伝演部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、1056ページ。名古屋鉄道広報宣伝演部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、570ページ。 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、1072ページ。寺田祐一、海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、256ページ。ISBN 978から47億7701万3364。SF カードシステム。 トランパス導入路線図名古屋鉄道2004年12月24日 AB 柴田路線一覧名古屋鉄道2021年10月3日閲覧電気車研究会鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月臨時増刊号特集名古屋鉄道間末折り込み名古屋鉄道配線略図 令和2年度移動等円滑化取組報告書。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。名鉄120年市編纂委員会事務局。名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。2014年。160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。1994年。 651から653ページ。ありがとうございます。